そうですね、コンディションがやっぱり雪、なかなか自分も経験ないんですけど、雪のコンディションの中で前半はですね、非常に我慢して我慢してっていう展開で、で後半にですね、ディフェンスからリズム取れたので良かったかなと思いますけど、大きな谷もなくですね、リズムチームのリズムなく谷もなく、シーズン、やってこれたなと思いますけど、やはりやっぱりサントリー戦で、ホームで負けてしまったことっていうのがやはり、自分たちの目標に届かなかったっていうところもありますので、非常に残念な結果かなと思います。とにかく次の一戦に全力をかけて、勝ちたいなと思います。